ていただきましてありがとうございます。今日はかき揚げのお蕎麦をしようと思います。かき揚げの材料は玉ねぎ、さつまいも、そしてちくわです。天ぷら粉の中に具を入れてかき混ぜます。お出汁はだし醤油と本出汁で出汁を出しています。お出汁の中に舞茸を入れて少し炊きます。舞茸と椎茸を入れてます。美味しそうにできました。ぜひ作ってください。